とは、値電子を6個しか持たず、電荷を持たない、二範囲の炭素のことである。あるいは、そのような炭素を持つ、科学種の総称である。同族元素の類縁体として、シリレン、ゲルミレンがある。また、範囲法和から二電子少ない科学種としては、他に、ニトレンが知られている。カルベンを、地換器として見た場合には、アルキリデン元などと呼ばれる。 最も単純な構造のカルベンであるメチレンは、ジアゾメタンの分解により発生させることができる。形式上、カルベンを灰石としたものとみなせる金属削体をカルベン削体、あるいはカルベの緯度と呼ぶことがある。それらの中には、カルベンと似た反応性を示すものもある。一重項カルベン、三重項、カルベンカルベンの炭素は、値電子を6個持ち、 それらのスピンの状態により一重高カルベンと三重高カルベンに分けることができる。一重高カルベンはさらに炭素上の根性の形式により SP2 根性型3個の SP2 軌道2に電子ずつが配置し、空のピン軌道が1つ残っている状態 SP3 根性型3個の SP3 軌道2に電子ずつが配置し、 残りの SP3 軌道が一つ空となっている状態の二通りに分けられるが、ほとんどの場合は、全車が安定である。三重高カルベンにも SP2 根性型と SP3 根性型があり、後者では4個の SP3 軌道のうち2個が2、電子ずつで満たされ、残りの2個の SP3 軌道には、同じスピンの電子が一つずつ配置している。一重高カルベンと三重高カルベン。 そしてそれぞれの混成型の安定性は炭素上の置換器の電気的、構造的な要因などにより変わる。一重高カルベンは旧電子的な反応性を、三重高カルベンは不対電子によるラジカル的な反応性を示す場合が多い。ジクロロカルベンの発生一般によく見られる。発生法は、ジアゾ化合物からの熱、光、または触媒の作用による、 窒素分子の脱離反応である。また、クロロホルムと強塩基との反応からも、トリクロロメチルアニオンを中間体として、ジクロロカルベンが生成する。一方、イミダゾリウムジオと塩基との反応からは、プロトンの脱離により、カルベンが発生するが、これは、両隣の窒素原子により強く安定化されており、また、同系統のイミダゾリジニリデンはグラブス触媒を、 はじめとする繊維金属触媒の配置として、しばしば利用される。一般的なカルボカチオンが6個の値電子とプラスの電化を持つ3配化学種であり、カルバニオンが8個の値電子とマイナスの電化を持つ3配化学種であることを考えると、上記のうち2番目の反応はカルバニオンからのアニオンの脱離反応とみなすことができ、最後の反応はカルボカチオンからのカチオンの脱離とみる。 ことができる。なお、三肺異型のカルボカチオンを特に指す、カルベニウムイオンという呼称は、カルベンに由来する。代表的な反応としては、炭素炭素二重結合のシクロプロパン化が挙げられる。その反応の中で、生成するシクロプロパンの立体化学によって、元のカルベンは一重光型であったか、三重光型であったかを知ることができる場合がある。一重光型のカルベンは一段階で、 競争的に孵化するため、生じるシクロプロパンの立体がシス孵化体に限られるのに対し、ミエコー型のカルベンは、ラジカル的に2段階で孵化する場合が多く、中間体上での CC 結合の回転に由来した、立体異性体の混合性生物を与えやすい。カルベンが中間体として関与する人命反応としては、ウルフ転移ライマーチーマン反応が挙げられる。カルベンにはまた、 CH 結合や OH 結合への挿入反応もよく知られる。カルベンフカと並び、シクロプロパン化に用いられる反応では他に、アエン化合物を用いたシモンズスミス反応がある。IUPAC ゴールドブックカーベンズ。ありがとうございます。